キス。で止めるしかねえ。とどめだ。行くぞ。ああ。おはよう、さとみくん。入るわよ。おはよう、キサラ。おはよう。あら、ティナちゃんはどこ？おはようございます。夢は楽しかったですね、お兄さん。ちょっと怖い時もありましたけど、いろいろ教えてくれて嬉しかったです。ティナ？警察に通報するから。ちょっと待てよ、夜バージョンのティナと一緒に喋ってただけだよ。何が夜バージョンよ、変態。ティナに先を越された。どうしたんですか。先生がおっぱいを見せてくれるなら、僕はこの先もっと成績良くなりますよ。嘘だろ、庶民の攻撃が見えなかった。あ、いや、多分さっきお前が自分でやったんだろ。おお、お日様みたいな匂いがする。すやよろしくな。ちょっと、はじき先輩、こたつさんになんてことするんですか。今の俺、ラッキースケベられが止まらない。なぜ脱げてる、記憶が飛んだのか。ラッキースケベられ、はじき先輩何するんですか。俺が何かしたのか、俺の記憶がまた飛んだのか。寝ざて病院ある。反対されても僕は。旦那様、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 もう着いたみたいよ。あ、ごめん。いや、別に謝ることはないよ。来ちゃいました。お誘いありがとうございます。誰がお誘いしたってのよ。誰が。ああ、せっかくだから私が声かけておいたんだけど。裏切り者。お久しぶりです。中の人間にその柄を自慢して回り。スヤちゃん、姫ともあろうものがなんてことを。母上、めちゃくちゃ叱られたんだった。でも可愛いパンツ。そんな言葉口に出しちゃいけません。あなたの誇りは王家の誇り。お休みの宙をしてください。してください、司ちゃんから積極的に。わかったよ。どうして目を開けてるの。そりゃ近くで見たいからね。見られながらするの恥ずかしい。恥ずかしがってる顔も可愛いよ。立った。私が立った。痛い。こら、脇が痛い。こら。ごめん。もういい。そういや、今年もチョコいる？甘いな。パンツ履かなきゃダメでしょ。は？何の話だ。だって勝負パンツって、チコは姉さんをシクシク、そんな不死だらな子に育てた覚えは。勝手に誤解すんな。ただレコーディングに向けて気合い入れたいだけだ。うん、はゆちゃんにお似合いの可愛い下着選ぼうね。
眉に似合う。あっ、かわいいって大きさじゃないぞ。サイズは関係ありません。むしろ似合うの多いから。ほら、口開けて。何を照れてるんだ。骨を。おい、大丈夫か。ダメだ、君たち捕まえて。なにこれ。いや、やっぱおかしいって。きちんと目で見て。ごめんって、わかったぞ。仕方ない、デミ悪魔。ことを気にしていたらたどり着けない教師だよ。そう、あの世界は俺たちの帰るべき場所なんだ。いつまでも使っていられるぬるま湯なんだ。だから2期と言わず3期4期と永遠についてくると。ちょっとトモ、何やってんのよ。さっきからこんなにたくさんの水着美少女に囲まれてんのに。やめてやめて、言い訳できない状況に追い込むのはやめて。俺はただみんなとアニメの話で盛り上がりたいだけなんだ。ありがとうございます。ところで、兄ちゃんも隅に置けねえな。べっぴんさん連れて。彼女か。彼女、違いますよ。この人は第五の大隊長です。大隊長。彼女すげえまんざらでもねえ顔してっけど。アスカ、おい、学校は遅刻すんぞ。いい加減